ひなです。エコです。ゆらりです。おまかです。ひめかです。アリアです。ピンク、ラテ、TP 始まるよ。イエーイ。はい、今日はくりももちゃんの卒業式です。じゃあまず最初にエコちゃんとゆなちゃんからくりももちゃんに花束をプレゼントします。その後に私とひめかとアリアからお手紙を一人ずつ読んでいきます。最後に私からもメッセージを読みたいと思います。それではどうぞ。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。くりももちゃんが卒業しても私とゆなちゃんでまた新しく新メンバーとしてくりももちゃんの分まで頑張っていきます。レッスンとかでも仲良くこれからもしてください。はい、お願いします。ありがとう。卒業おめでとうございます。ありがとう。ポージングうまくて本当に表情とかもめっちゃなんか好きで見てて憧れだった。くりももちゃんが卒業しちゃうのかもしれないけど、でもこれから新メンバーとして頑張ります。これから一緒に行きたいです。卒業おめでとうございます。ありがとう。もう泣きそう。大好きなももかちゃん、高校受験お疲れ様でした。ももかちゃんに初めて会った時は、くりももちゃんと一緒にお仕事できるってめっちゃ緊張して何も話せなかったのを覚えています。ももかちゃんは綺麗で何でもできて優しくて憧れの人です。アリアが落ち込んでる時も一番心配してくれたり、いつも帰りの新幹線にも飲み間違いを気にしてくれてありがとう。いっぱいいっぱい感謝しています。ムンカちゃんに言ってないことが一つあります。アリアの将来の夢は獣医さんだったけど、小学校の卒業場所にももかちゃんみたいな獣医さんになりたいと書きました。ももかちゃんのおかげで一つ夢が膨れました。卒業するのは寂しいけど、アリアにとってももかちゃんはずっと憧れの人です。いつかまた一緒にお仕事できるようにアリアも頑張ります。ももかちゃん大好き、アリアより。くりももちゃんへ、今までありがとう。いつもピンカー TV を引っ張ってるのがくりももちゃんだったから、いなくなっちゃうのが不安だしめちゃくちゃ寂しいけど、ウェブもはこれからも頑張っていきます。初めて会ったくりももちゃんの第一印象は大人っぽくておしとやかでお姉さんって感じだったけど、喋ってみたら一緒にふざけたりとか、目が合ったら変顔したりとか、すっごい楽しくて注意されたこともあったけど全部思い出だよ。これからも女優、モデル、勉強、ダンス全力で頑張ってね。高校生になったくりももちゃんも姫香は全力で応援します。ハイト、絶対また会おうね。大好きだよ、姫香より。ありがとう。わ、プレゼント、プレゼント、ありがとう。くりももちゃんへ、くりももちゃん、ピンガレス TV 卒業おめでとう。いつもしっかりすいかってぐらいしっかりしていて、でも優しくて面白くて、たまに天然で抜けてるところもあって、でも時にはバシッと注意をしてくれて本当に感謝です。私もそんなかっこいい先輩になれるように努力するね。くりももちゃんはダンスもすごくかっこよくて、歌も上手で癒されるし、演技をしている女優としての顔もオーラが半端なくて、勉強している時の真面目なところとか、いろんなギャップを持っているくりももちゃんは私の憧れです。イベントで2人でお泊まりした時、いろんな話をしたのを覚えてるよ。あの時このパックを貸してくれて嬉しかったよ。ありがとう。たまに相談に乗ってくれて、その時のアドバイスも本当に的確ですごくためになりました。くりももちゃんは
トーク力がすごくあってその場を回すのがとても上手で、そうした時に出るくりももちゃんのツッコミが好きすぎてずっと動画を見て笑っています。TikTok とかでくりももちゃんと一緒にたくさんダンスを踊ることができて楽しかったよ。よく分かっていない私に最後まで丁寧に教えてくれてありがとう。インスタのくりももちゃんのダンスも本当に神で尊敬しています。私はくりももちゃんのしっかりしているところ、天然なところ、優しいところ、面白いところ、時にはバシッと注意してくれるところ、ダンスをしているところ、歌っているところ、演技をしているところ、真面目なところ、もうくりももちゃんの全部が大好きです。くりももちゃんが卒業するって実感が湧いてなかったけど、やっと実感が湧いたような気がします。なんかすごく寂しくて受け入れれません。大好きなくりももちゃんが次の撮影からいないなんて考えられないし、でも次から私がピンカレッド TV を引っ張っていけるように頑張ります。そんな私たちをいつまででも見守っていてください。今くりももちゃんは高校関係とかですごく忙しいし、お仕事とかでもとても大変だと思うけど、本当に体を大切にして頑張ってほしいなと思います。そして私たちも頑張るね。本当に今までありがとう。そしてお疲れ様でした。何回も言うけど大好きです。これからもよろしくね。くりももちゃんに出会えて本当に良かったです。改めて卒業おめでとう。これからもくりももちゃんが笑顔で幸せでいてくれることを願っています。ありがとう。私にとってピンクラッテでの撮影は大切な宝物です。毎回の撮影が楽しくて楽しくて、1年があっという間でもう卒業なのかと実感が湧きません。初めの頃は4人とも慣れなくて撮影はぎこちないし口数も少なかったけれど、今ではくだらないことで大爆笑できるような仲になりました。ゆらり、ゆらりはこの世にこんなにも性格のいい子がいるのかというぐらい優しくて気が使えて大好きです。ゆらりなら私よりずっとしっかりしているから、これからピンクラテウェブモデルを引っ張っていってくれると思います。よろしくね。姫香、姫香はとにかく面白くてピンクラ TV のムードメーカーです。いつも現場を明るくしてくれて撮影がより楽しいものになりました。本当にありがとう。これからもピンクラテウェブモデルを盛り上げていってね。アリア、アリアは本当に可愛い妹キャラです。リュックからぬいぐるみが出てきた時は本当にびっくりしました。他にもドラえもんが好きだったり泣き虫だったり私の癒しでした。カツサンドが好きというギャップもまた最高でした。これからも天然キャラでピンクラテウェブモデルの癒しでいてね。ゆなちゃん、エコちゃん、2人とはたった1ヶ月だったけど一緒に撮影ができて嬉しかったです。見た目と違って中身は面白いところがいっぱいあって、この短期間で2人のいいところがたくさん見つけることができました。これからの配信がとっても楽しみです。ピティさん、ピティさんは YouTube、インスタ、ツイッター、TikTok など本当にたくさんのことをやってくれて、ピティさんがいてこそのピンクラテ TV でした。たくさん褒めて励ましてくれるので、こんなお姉ちゃんが欲しかったなと思いました。本当にありがとうございました。ピンクラテのお仕事は初体験がいっぱいでした。 YouTube、 原宿ロケ、遊園地ロケ、ドッキリ、そして飛行機に初めて乗ったのもピンクラテのお仕事の時でした。たくさんの貴重な経験をさせていただいて感謝の気持ちでいっぱいです。小林社長をはじめ、ヘアメイクさん、カメラマンさん、携わってくださった全てのスタッフの皆様、本当にありがとうございました。そしてピティーズの皆さん、インスタ、ツイッター、TikTok、YouTube にたくさんの応援メッセージありがとうございました。
ピティーズのみんなの応援があったからこそここまで頑張ってこれたし成長できたと思います。これから私は高校生になって新しい環境で女優という大きな夢に向かってもっと頑張っていきます。だからどうか変わらず応援よろしくお願いします。そして引き続き私と一緒にピンクラテ TV を応援していきましょう。私もこれからピティーズの一員だからね。ピンクラテ TV が日本中のファンに愛される YouTube 番組になりますように。栗田桃香。ももちゃんは卒業してしまうけど、これからも5人で頑張っていきます。応援よろしくお願いします。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。